こんにちは、速稼塾の久保です。そして体のエイダファンの皆様、今回の放送非常に大事になってきますので心して聞いてください。そしてぜひね、動画を見終わった後一人でも多くの方にお知らせください。それはですね、アテインコーポレーションという会社を名乗って体のエイダのホルダーさんに連絡をしてくる業者がいるみたいなんですけども、これは完全に詐欺です。アテインコーポレーションはもう解散してますし、再結成の予定はありません。完全にもう役割を終えて再結成することはないです。ですんで、アテインコーポレーションを名乗ってですね、当時体のエイダを中間販売してくださったところがアテインコーポレーションなんですけども、今ね、現状を聞いたりとかね、もしかしたらパスワード復元フレーズを聞いたりとかするかもしれません。要するにこういうふうにしてピッキングをしてきてるわけなんですよ。特に最近体のエイダ値段が上がってですね、しばらく寝かしていた人が忘れてる可能性があります。忘れてるところにアテインコーポレーションですけどっていうふうに電話があると、そういえば体のエイダ買ったなっていうふうに思い出してね、ついついいろんなことを喋ってしまう、そんなことがあると思いますけども、完全に、それは誤りになります。アテインコーポレーションから皆様に個別に連絡することはありませんのでご用心ください。ということで情報入りましたのでお知らせしておきました。それでは失礼します。